今回も N 国党のことですね。 N 国党のことというよりも立花隆さんのことやね。前回ね、既得権益でね、立花隆さんは企業からね、何のあれもないと、利害関係がないのでね、自由に物が言える、ね、既得権益に絡まっていないと、政治とか企業とかいろんなね、だから、発信できるという、ね、でもね、例えば立花隆さんが使っている YouTube、ね、これは企業なんですね。これはアメリカの企業、ね、ただアメリカの企業だから日本の既得権益とは違うというかね。ね、なんか僕は前回でも言ったようにね、なんというか立花隆さんも企業という既得権益というかそういう中で動かされてるね。自分が動かしてるんじゃないよね。これ YouTube というものがなかったら立花隆さんの行動はねできなかったからね。これをしているものがアメリカの会社ね、アメリカの企業だから、アメリカの企業だからね、日本のそういったその仕組みをね、まあ本当悪い言い方で言えばもうね、できた自分たちだけの利益が生まれればいいというようなね、仕組み、悪い意味で言えばだよ。でもこれはもう本当社会の中で当たり前のことだよね。もう本当何でも そこにそれを文句言うとどの国も成り立たないじゃないかな。だからそれがあまりにもね格差ができたりすると一般の人が文句言う。まあ今、そういう時期になってるよね。トランプ大統領が大統領になったのも そういうところやからね、うん、だからその何て言うかな、その仕組みがあまり極端にね差ができるとこんな風に、爆発すると。だからそれを全部取っ払って、新しい仕組みがあるかといえば多分あればやっていたと思いますよ。これは今まで繰り返していることやからね、今までずっと繰り返していること。だからね、前回の立花隆さんもちゃんと既得権益があると、で企業に動かされていると、アメリカの企業にね。でアメリカの企業が YouTube ね、 YouTube というツールを使ってどういう利益があるのかね、これはねちょっと難しい。これね、多分 YouTube を作った人もこんなことにまでなるとは思ってなかったんじゃないかな。まあ、YouTube を作ったのはね、YouTube を作った別の人で、それを Google が買っただけだけどね。ただそのツールが本当になんていうかな、初めの目的以上のなんていうかツールになってきたんじゃないかな。だから本当 Google 側もなかなかこう制御するのが難しくなってきたんじゃないかな という、まあ、僕の勝手な解釈ですね。これは本当にね、そのいいも悪いも自分たちの都合のいい仕組みをがなくてもこうした動画を発信できるというツールね。でこうした動画が発信できて力を持ったという、まあでも本当今回 あの N 国党のあれはもう完全にね、既存のメディアではなくてこのツールが力を持ったということだからね、これは本当に何というかな、よく考えて、使うものだというね、ことだと思います。これからね、まあね、立花隆さんが既得権益がないと言いながらもアメリカの YouTube というね、この関係はちゃんとそういう関係だろうと。だから YouTube はどういう利益がそれで合うのか。 YouTube はね、ありとあらゆる利益があると思いますね。そしてなんていうかな、本当これはね、もう僕もわからないけど、 YouTube このツールを本当コントロール今からできるんだろうかなという感じがするね。本当
いろいろ問題が起きてね、どんどん規制がかかってくる。今でもそうですけどね、どん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 規制がかかってくる。でそうするとまたテレビと同じようになって、しまうという可能性はもう大いにありますね。もう YouTube の中にもね、もうプロがね、どんどん入ってきてる、ね、プロは おそらくバックに代理店がいると思います、ね、僕はもうこの業界にいたからよくわかるんです。もう一人のスターというかね、あのいいキャラクターがあればそれを育てて、ね、市場に出してお金にするというのはもうプロならもうそんなに難しいことではないね。それがテレビか YouTube かの違いだけで、 YouTube でももう十分できます。それは多分これからどんどんそういうようなことになると思います。だから僕みたいなこんなね、どうでもいいような、めちゃくちゃな、なんていうかテーマの、動画というのはね、もうどんどん見る機会がなくなってきてね、本当、マイナーなというか、検索するにも与えにくいようなね、動画になってくるんじゃないかな。このまま YouTube がね、テレビ化していくとね。だからまあ、僕もね、長いこと考えてるのはね、今だけという感じもあるやけど、まあ僕なんかもうそう長く生きてないからね、もうせいで5年か10年でもできればもう上出来だなとね。だからその間まあ自分の言いたいことを、ちょっと言いたいことっていうほどでもないやけどな、まあ自分がなんか経験したことはな、なんかこう話せば、そのまま墓に持っていくのはもったいないかなという感じでね、話してるんです。まあ今回は前回のちょっと補足ということでね。で、まあ次はね、なぜ僕は立花隆の N 国党のことに長くテーマを引っ張ってるのかというね、そのことをちょっと次の動画で発信します。